ゲスト招きしてお話を伺う特別情報局員からの報告、うん、報告をしてくれるのはこの方、角間愛さんです。いらっしゃいませ。あらあら、どうもです。どうもです。改めて自己紹介お願いいたします。はい、セレクターインフェクテッドウィクロスで小湊ルー子役を演じております角間愛です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、番組は初登場でございますけれども、初めてです。はい、メインさんは、私初めましてです。初めましてです。よろしくお願いします。お願いします。どうしたんですか。ど素人なんですか。いや、もう、はい、耳栓は手にしていただいて、あら、素敵な言葉。ありがとうございます。俺もそれ言ってほしい。でも、二度目ましてだ。そうなんです。今月頭に会ってるんですよね。前に、はい、あの、つい最近なんですけどもね、某徳島の方で、はい、某徳島で、某徳島で、はい、ご一緒させていただきました。初めてが某徳島で、お世話になりまして、大変お世話になりました。いえ、こちらこそでございますけれども、はい、今回ですね、新アニメの情報なんかを、はい、お願いしたいんですが、まずは、角間さんの簡単なプロフィールというのを、見てみたいと思います。はい、どうぞ。あ、もう、いじっていいかどうか全然わからへん。趣味、ギター、カッコ、予定というのは何ですか。こんな、うん、こんなしょうもないの仕込んでこんでも大丈夫でしょうよ。なんか何でもいいんですよ。私が3年ぐらいなんですけど、こっち上京してきて、はい、やっと生み出した趣味です、はい、お、じゃあもう家でも惹かれてる。そうですね、チューニングを頑張ってます。チューニングを頑張ってる。チューニングを頑張ってるっていうことは、はい、何でしょうね、弾いてはない、弾いてはいます。あの、うん、6と56と5、うん、の2弦だけ。え、上の2弦だけしか貼ってない。貧乏なの。ちゃんと最初からあるんですけど、何ですかね、動かないですね、指が。そうですね、ギターって意外と難しいんですね。そうですね。あのね、難しい。6本もあるんですよね。急に6本多いからね、まず2本から。いやいやいや、大事です、大事です。徐々に、ね、進化していきたいな。そうです、マラソンも急に 42.1 キロぐらい走りませんもんね。走りませんよ。最初はね、数キロから走るもんですから。すごい、今前向きに。ちょっと使っていきたい。なんか俺、5万ぐらいだったら騙しておれる。使っていきたい、これ。ね、で、趣味がギターで、特技が、まあ、ギタリチューニング、これいいっすわ。この下のやつどうしましょう、部長。見間違いではないですけどね。これはね、いじり損になる可能性もありますけど。角間さん、はい、僕の目にはカッパの捕獲と呼べるんですが、間違いないでしょうか。視力大丈夫です。バッチリでございます。そうかそうか、じゃあ俺には問題ないから、問題あるの君の方や。どういうことですか。いや、これは特技というか、はい、あの、免許っていうか許可証を持っていますよっていう話で。え部長。今なんかカッパ巻きよく食べるんですよ。なんでやねんみたいなこと思いましたよね。思ったら捕獲の、何、許可証許可された経験があるっていう。まあなんかちょっと順を追って話すと、はい、岩手県で、はい、まあ行くと、はい、カッパの捕獲を許可されるんですよ、お金払えば。そう、闇ライセンスが売ってんの。闇じゃないかもしれない。闇じゃない、正当なライセンス。正当なライセンスをお金払ったら。そうですね、もう最悪ポチればもらえるんです。ポチればもらえる。それもらったらどうなんの。もらったら1年間ぐらい、うん、その許可されるんですけど。1年しか許可されるの逆に。そうですね、うん、またポチり続けなきゃいけない。更新にお金がかかったりも。あ、そうですね、買わなきゃいけない、うん、レンタル DVD みたいな。そうですね、そんな感じなんで、今ただいま執行中なので。あ、今は執行中なんだ。そうですね、ちょっと貢ぐ気力はなく。そうか、今目の前に、じゃあ急にここにカッパがあれた。チックショー、私は執行中だって言う。そうそう、次会う時は待ってろカッパ。そう、ポチっとけばよかったなっていう気持ちでいるんでしょうね、きっと。あ、そうですか。皆さんもぜひね、興味ある。興味はありますね。別に岩手出身とかでも何でもないんです、ね。マジで。はい、カッパ応援してます。OK、じゃあ一回カッパのことは全部忘れて。はい、今回持ってきてくれた情報のアニメ。いつのアニメ教えてください。もうページめくってください。はい、こっちです。はい、ここのために来ました。はい、お願いします。はい、
現在放送中のアニメセレクターエフェクテッドイクロスを皆さんにお伝えしたくて、はい、今日やってまいりました。お願いします。ありがとうございます。じゃあ概要とあらすじを、説明してください。はい、この世界ではですね、イクロスと呼ばれるカードゲームが大体女子中高生の間で流行っておりまして、うん、でこの中にですねルリグと呼ばれるカードがあるんですけど、うん、そのルリグの中でも特別なルリグカードっていうのがあって、はい、それが喋るルリグカードっていうのを持つ女の子と持たない女の子がいるんです、うん、でその持った女の子同士がルリグカードをその喋るルリグカードを持ってバトルをして、はいはい、勝ち続けていくと願いを叶えられる無限少女っていう少女になるんです、うん、なのでこの少女になるためにみんながバトルをし合うっていう、そんなお話がまざっくりとしたところであるんですけれども、このですね、まあ、なんか今放送中で結構進んでおりまして、うん、言ったその勝ち続ければ無限少女になれるっていうところも本当にそうなのかなっていうような、どうなんだろうって素直にその持ってる願いが叶うのかどうかっていうのもちょっと今いろいろね、皆さんオリジナルアニメなので先が皆さんわからないのでいろいろ想像しながら見ていただいてるんですが、あと3回負けるとその願いと逆のことが起こってしまったりとかっていう、悲しい、ちょっと素直にそのバトルを楽しめるっていうものでもなかったり、うん、勝つことによって相手に何か不幸が起こるかもしれないというものを背負いながら戦わなければ少女がいけないわけですもんね。はい、そうなんです、はい、まあ、トレーディングカード、はい、まあ、ものがあってということですよね。そうですね、というのあってということでございますけども、はい、まあ、ご覧になった、ことがないという方のためにですね、早速、はい、作品の PV というのをご覧いただきたいと思います。はい、準備して、はい、怖い怖い、何が怖いかわからない怖い怖いとこだらけじゃないですかいや、ね、それも見て皆さんの前で、ね、はいはい、確かめていただきたいなと思いますが、オープニングはですね、前回番組に登場してくれたですね、脇島香菜さんですね、キリキリジョーカーでございますけれども、はい、そう、僕もちょいちょいちょいって見てたんですけども、はい、ありがとうございます、はいはい、赤崎が超嫌なやつ待ってください、アキラッキーがですよね。何が何が、アキラッキーが、ちょっと役目まで覚えてないですけど覚えてくださいちんさんに怒られちゃうちんさんすごくいい人です、赤崎さんは、ね、はい、じゃあ登場キャラクターについても、少しだけお話伺いましょうかね。はい、出るかな、うん、絵が出るかな、出たらいいな、出るかな、あ、出た、真ん中のというか下の大きい絵の方の女の子が、はい、そうですね、はい、赤いこうなんかアクセサリーしてる子が、はい、私が演じてる小湊ルー子ちゃんで、はい、この作品のすごくいい子なんです、主人公なんですけれども、うん、この子がですね転校してきてなかなか友達ができなくて、うん、でそんなルー子ちゃんを心配したあのお兄ちゃんが、はい、ルコのお兄ちゃんがウィクロスをプレゼントしてくれた中に、あの持ってるタマっていうルリグカードが出てきて、はい、で喋ってきてバトルをしたいっていうので、はい、訴えられで、そのですね、全体的にいろいろ上にいた女の子たちとバトルをしていて、はいはいはい、っていう中で先ほど言ったようにその戦うことによっていいことがあったり、うん、悪いことがあったりとかっていうことにだんだんとりょうこちゃんは悩んでいくんですよ。バトルをしたいっていう気持ちがありつつ、うん、でもバトルをして起こるそのさまざまな現象に振り回されていくっていう、そんな感じです ね、はい、強い夢を持ってる人間だけしかこう勝ち進む、うんことのね、うん、っていう思いもある子もいるし、うん、でもルー子は願いがないんですよ。そうなんですよね、はい、なのでそのルー子はバトルをしてていいのかなっていうモヤモヤがずっと今あるんですけれども、割と現場じゃ女の子ばっかりな感じですか。そうですね、うん、まあ男性ももちろんいるんですけれども、はいはいはい、結構女性がわー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 、さくらさんがいて、そうですね、さくらあやねちゃんだったり、あとたまはくのみさきちゃんだったり、あと最近出てくるいおなさんは瀬戸あさみちゃんですね。はい、結構女子がそうですね、いっぱい出て、そうですね、はい、怖いかん、まあ怖いですね、はい、怖いいや、でも怖い、あんなに怖くなかったね。あの PV ほどじゃないよ本編ちゃんとなんかほっこりするとこもあるよ。ほっこり、あ、そうなんです、ばあちゃんが特にすごくルーコのばあちゃんがそうあーって言っていただいてありがとうございます。ばあちゃんが救いなんですすごくほっこり、ばあちゃんが救いなんですあとタマがかわいいね。そう、タマちゃんかわいい、そう、大丈夫なんで、怖いとかそんなんだけじゃないです、ちょっとあんまりにも怖すぎてちょっと見るのやめとくかなと思って、そう、あんな熱くまで大丈夫、後悔します、大丈夫、はい、大丈夫さあ、ということでございましてですね、角間さんにはまだまだお知らせしたい情報があるということで、告知タイムをかけたゲームにチャレンジしていただきましょう。題しまして、お題の言葉を使って燃えなす理由を作りましょう。さあ
さあ今からお題という言葉を発表しますので、勝間さんはですねその言葉を使った萌え台詞を考えてください。ユーザーの皆さんに萌えたかいまいちかをアンケート投票してもらいます。萌えたが 50% を超えると5秒間の告知タイムを獲得でございます。ちなみにお題の順位を発表するときは座ったままでも、机の横で動きながら発表してもらってもどちらでも OK でございます。萌えって何ですか？何業界に一石を投じるハテナですけど、お前らが作り上げてきたこの15年ぐらいで、それはじゃあつまりどういうことかちゃんと説明しろよってことです。それはちょっと難しい。それは一番目で終えるようなね質問ではございませんけども、ふわっとじゃあなんとなくこれが萌えだと思う。あ、じゃあ分かった、かわいいでいいです。かわいいです。じゃあやっぱりあれですよね、基本的にじゃあカードという言葉を使って、はい、まあ、萌えなセリフ、かわいいセリフを思いついたらですね、あちらのカメラに発表していただければいいです。わかりました。いけますか？はい。はい、じゃあお願いします。それ何で遊んでるの？そのカードってビクロスやってるの？かっこいい。さあ、角間さん。ちょっとなんでしょうね、萌え部分よりもプロモーション部分が勝ってしまってる、ね、いいバランスがいい。まあまあでも決めるの僕らじゃないですからね。じゃあ投票かっこいい。投票スタート。さあ、萌えたですよね。萌えて今ので萌えたか、今のでちゃんと萌えたかどうか。皆さんかっこいいって言われたら嬉しい。かっこいいって言われたら嬉しいと思うんですけど、誰かにもよるかもしれないですけど、ね、でもカードゲームかっこいいと言われてるでしょ。やってるあなたがかっこ、そうです、やってるその姿ゲットして、はいはいはい、なかなかねルールとかも覚えてやってるわけですし、はいはい、なるほどなるほど、素敵じゃないですか。ちょっと待ってくださいね。さあ見てみましょう。さあ結果見てみましょう。お願いします。どうぞ。でも惜しかった。でもほぼ47ぐらい萌えたがいる方に僕ちょっとびっくりしてます。正当ですよ。割と嘘でしょ。割と甘々なユーザーが。これは獲得できたんですか？これ獲得できてません。できてないですか？だってイマイチの方がでかいんですから。でもこれぐらいでいけるわけですから。これぐらいで。ここからですね、プロモーション部分を2割ぐらい減らすところで。減らしていくと。あ、じゃあちょっと忘れます。どうしようかな。何がいいですかね。唇。いきなり唇という単語を使って、萌えなセリフ、可愛らしいセリフを考えていただきたいと思います。さあ、角間さんどうでしょう、うん、思いついたら、はい、いいですか、大丈夫ですか。いけます、はい、じゃあ、カメラに、うん、3、2、1、どうぞ。あ、ごめんね、唇可愛いなって思って。え？さあ最後のエヘが決めになるのか、打足だったのか。決めるのはユーザーの皆さんでございますよ。さあどうしましたか。どうしましたか。徳島であった時こんなことじゃなかったじゃないですか。そうですね、徳島はちょっと周りに怪獣が多かったからか。そうですね割とラスボス感があります。そうですね、あと社長いたし。そうですね、君んところの社長いたし。そうやな。さあ早く投票スタートね。萌えって何ですか、ね、いやでも私今の好きですよ。大丈夫ですか、うん、あ、唇なんて可愛いって言いました。唇が素敵で見ちゃうなって。多分サテンかなんかね、二人でこうやって喋ってて、うん、なんとなくあれどうしたの、話聞いてる、うん、聞いてるってなったら、あ、ごめん唇可愛いなと思って。あ、みんなしみたいな。みんなしみんなし、もうみんなしそれがやりたかった。それがやりたかったのね。表情もなんかそんな感じでしたっけ。さあ結果見てみましょうかね。結果見てみましょう、どうぞ。さあ、あ、さっきとあんまり変わらないですよ。あれ、これであかんの。2割減らしたい、てか全部減らしたのに。みんな今のは全然良かったと思うのに。どういうことでしょうね。あ、そうなんですね。これ難しいですね。あ、分かった、もうみんなロリが好きだから。なるほどなるほど、大体よ。そうね、やっぱロリですよね。そうか、じゃあおはよう。おはよう、これ簡単です。おはよう、おはよう、ロリで、はい、おはよう、はい、ロリで。そうですロリで。そうです、もう PC の向かうドロリコンです。はい、ね、まあ、ロリですよね、はい、いけますか、はい、おはようを使った、うん、はい、萌えなセリフ、うん、いきますよ、はい、3、2、1、どうぞ。おはよう、5歳の私が言ってるんだよ。おはよう。
一番台本の一番悪い例ですね。全部言葉で説明してる。あ、上京して初めて新宿に来てみたけれども人が多いな。おやおや、あそこに見えるのはみたいな。何でしょう、一番、そうですね、一番悪い例の台本でしたよ。台本が分厚いみたいな。台本は悪かったけども、今のが燃えたかどうかです。ロリです、はい、うん、これで投票がじゃあ 50% 超えたら俺はもう分からない。もはやもう番組分かんないですよ、ね、私も分かんないです、燃えってなんだろう、さあ投票終了、投票してましたよね皆さんね、はい、投票終了、結果見てみましょう、どうぞ。来い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 、あ、パンクした、違う、 あれ、カンカンさん、もうダメ、もう無理だよ、なんか、どうでしょう。いや、私全国歩き回って宣伝してからもういらないです。いや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 、カンカンさん、あの、正直言いますよ、はい、あんまりこういうことないですサービス良かったか結構入るんですけど、そうですね、厳しいですね、良くなかった、ちょっと厳しいですね、どういうことでしょうね、ちょっと、あれ、まだできるんですか、まだできますよ、ちょっと、これ萌えといえばのテーマ探しますよ、ここ、うん、先ほどもね、あのレッちゃんがね、あの方言使ってましたから、そっか、はい、それの方がいいですね、じゃあこういうのいきましょうか、ここの視聴者をターゲットにしたらいいってことですね、そうですよね、そう先ほどは割と言ってました、方言、あれ、はい、どちら出身でしたっけ、福岡出身です、福岡、はい、福岡で言うたらもうね、九州弁の女の子、可愛い方言の宝庫ですから、ナンバーワンぐらい、はい、じゃあ、はい、福岡の名物とか、まあ、方言なんかを使った、はい、萌えなセリフを、はい、いきますよ、はい、3、2、1、どうぞ。もうみんな明太子明太子って言うけどさ、そんな食べんけんねでもさ、あんたがそんな明太子好きって言うんやったら今度お土産で買ってきてあげてもいいっちゃけんね。いや、そうですね。いい。これは非常に可愛らしかった。非常に可愛らしかった。ですか。これでもし投票数が少なければ、うん、PC の向こうに痛風の人間が多いんじゃないか。ちょっと魚卵は僕っていうのが。ちょっと年齢層高かった。そうですね、そうですね。ちょっとプリン体モンスターだなっていう。ああ、そっかそっか。っていう感じが多かったんじゃないかなと思いますけど、さあ皆さん、ちゃんと投票してますね、大丈夫ですね、はい、投票終了。さあ結果見てみましょう、どうぞ。さあということでですね、なんと5秒と、ふるさと福岡がくれた5秒です。ありがとう明太子、ありがとう、5秒か、5秒いただきましたよ、はい、さあここはちょっと早口で頑張りたいと思います。いきますよ、はい、いけますか、結構大丈夫です、ちゃんとここいきますよ、5秒測りますか、はいはい、よい、スタート。セレクターインフェクテッドウィークロスのブルーレイ DVD が8月27日に発売されます、ボックスワンです、終了、ぜひ頑張りましたね、頑張りました、もう大丈夫、いや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 、大丈夫じゃないな、いや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 今日が木曜日なんです、今日が木曜日ということは何があるんですか、 MBS さんでですね、第9話が放送されるんですよ、おっと、それはちょっと告知じゃないですか今日 MBS で第9話がオンエアされることは、ちょっとさ、5秒しか告知したいのゲットしてないのにそれちょっとこぼれちゃってますからね、そうですね、それとそっか、ね、明日 MX さんとかでもまたこっちだと放送されたりするんですけど、ちょっと待ってくださいよ今危なくね、僕ら聞き落とすとこでしたけど、ちゃけどね、ちゃけどね、ちゃけど、ちゃけど、ね、うん、やっぱね、公式ホームページさんでね、ちゃんとした情報が載っとけね、そんなのも見てほしいなって思っちゃん、見るちゃん、見るちゃん見るけんね、ありがとう見よるばいありがとうみんなも見るちゃん、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 よろしくちゃん、ありがとう、ありがとう、福岡伊藤さん、ありがとうございます、あ、ね、あ
方はまあ、はい、あのツイッターなんかもやってらっしゃいますので、はい、私もやってたり、はい、公式さんもやってますので、はい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 、こちらもチェックしていければと思います。聞きた、よかった、はい、ありがとうございます。よかったねということでございましてですね、本日のゲスト賀来真綾さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。以上、特別調教員からの報告でした。ゲスト招きしてお話を伺う特別情報局員からの報告、うん、報告をしてくれるのはこの方、賀来真綾さんです。いらっしゃいませ。どうもです。はい、改めて自己紹介お願いいたします。はい、セレクターインフェクテッドミクロスで小湊ルーコ役を演じております賀来真綾です。今日はよろしくお願いします。番組は初登場でございますけれども、はい、メインさんは、私初めましてです。初めましてです。よろしくお願いします。あ、お願いします。どうしたんですか。もう、はい、一ど素人なんですか。いや、もう、はい、耳幸せにしていただいて、あら、素敵な言葉。ありがとうございます。俺もそれ言ってほしい。でも2度目ましてだ。そうなんです。今月頭に会ってるんですよね。前に、はい、あの、つい最近なんですけどもね、あの、はい、某徳島の方で、はい、某徳島で、はい、ご一緒させていただきました。初めてが某徳島で、お世話になりまして。大変お世話になりました。いえ、とこちらこそでございますけれども、はい、今回ですね、新アニメの情報なんかを、はい、お願いしたいんですが、まずは賀来真綾さんの簡単なプロフィールというのを、見てみたいと思います。どうぞ。あ、もう何いじっていいかどうか全然分からへん。いじるものがあるのかどうか。趣味、ギター、カット、予定というのは何ですか。こんな、うん、こんなしょうもないの仕込んでこんでも大丈夫でしょうよ。なんか何でもいいんですよ。私が3年ぐらいなんですけど、こっち上京してきて、はい、やっと生み出した趣味です、はい、じゃあもう家でも惹かれてる。そうですね、チューニングを頑張ってます。チューニングを頑張ってる。チューニングを頑張ってるっていうことは、はい、何でしょうね、弾いてはない、弾いてはいます。あの、うん、6と5 6と5、うん、の2弦だけ。え、え、上の2弦だけしか貼ってない。貧乏なの。ちゃんと最初からあるんですけど、まあ、何ですかね、動かないですね、指が。そうですね、ギターって意外と難しいんです。そうですね。あのね、難しい。6本もあるんですよね。急に6本多いからね。まず2本から、ま、いやいやいや、大事です、大事です。徐々に進化していきたいな、うん、そうそうそう。マラソンも急に 42.1 キロぐらい走りませんもんね。走りませんよ。最初はね、数キロから走るもんですから。はい、うん、すごい、もう前向きに。ちょっと使っていきたい。なんか俺、5万ぐらいだったら騙しておけるから。使っていきたい、これ。ね、で、趣味がギターで、特技が、まあ、ギタリチューニング、これいいっすわ。この下のやつどうしましょう、部長。本当、見間違いではないですけどね。これはね、いじり損になる可能性もありますけど。賀来真綾さん、はい、僕の目にはカッパの捕獲と読めるんですが、間違いないでしょうか。視力大丈夫です。バッチリでございます。そうかそうか、じゃあ俺には問題ないから、問題あるの君の方。どういうことですか。いや、これは特技というか、はい、あの、免許っていうか許可証を持っていますよっていう話で。え、部長、今なんかカッパ巻きよく食べるんですよ。なんでやねんみたいな。見たらなんか止めましたよね。思ったら捕獲の、え、何、許可証許可された経験があるっていう。まあ、なんかちょっと順を追って話すと、はい、岩手県で、はい、まあ行くと、はい、カッパの捕獲を許可されるんですよ、お金払えば。そう、してもらえるんです。闇ライセンスが売ってんの。闇じゃないかもしれない。闇じゃない、正当なライセンス。正当なライセンスを、白いライセンスなんですけど、お金払ったら。そうですね、もう最悪ポチればもらえるんです。ポチればもらえる。それもらったらどうなるの。もらったら1年間ぐらい、うん、その許可されるんですけど。1年しか許可されるの、逆に。そうですね、うん、またポチり続けなきゃいけない。更新にお金がかかったりも。あ、そうですね、買わなきゃいけない。レンタル DVD みたいな。そうですね、そんな感じなんで、今ただいま執行中なので。あ、今は執行中なんだ。そうですね、ちょっと貢ぐ気力はなく。そうか、今目の前に、じゃあ急にここにカッパが現れた。チックショー、私は執行中だって言われた。そうそう、次会う時は待ってろカッパ。そう、ポチっとけばよかったなっていう気持ちでいるんでしょうね、きっと。あ、そうですか。皆さんもぜひね、興味ある。興味はありますね。別に岩手出身とかでもなんでもないんですけど。え、マジで。はい、カッパ応援してます。OK、じゃあ一回カッパのことは全部忘れて、はい、今回
持ってきてくれた情報のアニメ、いつもアニメ教えてください。もうページめくださいなんでこっちです、はい、ここのために来ました、はい、お願いします。はい、現在放送中のアニメセレクターエフェクテッドイクロスを皆さんにお伝えしたくて、はい、今日やってまいりました、はい、お願いします、ありがとうございます、うん、じゃあ概要とあらすじを、説明してください。はい、この世界ではですね、イクロスと呼ばれるカードゲームが大体女子中高生の間で流行っておりまして、うん、でこの中にですねルリグと呼ばれるカードがあるんですけど、うん、そのルリグの中でも特別なルリグカードっていうのがあって、はい、それが喋るルリグカードっていうのを持つ女の子と持たない女の子がいるんです、うん、でその持った女の子同士がルリグカードをその喋るルリグカードを持ってバトルをして、はいはい、勝ち続けていくと願いを叶えられる無限少女っていう少女になるんです、うん、なのでこの少女になるためにみんながバトルをし合うっていう、うん、そんなお話がまざっくりとしたところであるんですけれども、はい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 、このですね、まあ、なんか今放送中で結構進んでおりまして、うん、言ったその勝ち続ければ無限少女になれるっていうところも本当にそうなのかなっていうような、どうなんだろうって素直にその持ってる願いが叶うのかどうかっていうのもちょっと今いろいろね、皆さんオリジナルアニメなので先が皆さんわからないのでいろいろ想像しながら見ていただいてるんですが、あと3回負けるとその願いと逆のことが起こってしまったりとかっていう、悲しい、ちょっと素直にそのバトルを楽しめるっていうものでもなかったり、勝つことによって相手に何か不幸が起こるかもしれないというものを背負いながら戦わなければ少女がいけないわけですよね、はい、そうなんです、はい、まあ、トレーディングカードも、まあ、ものがあってということですよね、そうですね、というのあってということでございますけども、まあ、ご覧になった、ことがないという方のためにですね、早速、はい、作品の PV というのをご覧いただきたいと思います、はい、準備して怖い怖い、何が怖いかわからない、怖い怖いとこだらけじゃないですか、ね、いや、ね、それも見て皆さんの、ねはい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 、確かめていただきたいなと思いますが、ね、はい、オープニングはですね、うん、前回番組登場してくれたですね、脇島かのさんですね、キリキリジョーカーでございますけれども、はい、そう、僕もちょいちょいちょいって見てたんですけども、はい、ありがとうございます、はいはいはい、赤崎が超嫌なやつ、いや待ってください、アキラッキーがですよね、何が何が、うん、アキラッキーがちょっと役目まで覚えてないですけど覚えてください、ちんさんに怒られちゃうちんさんすごくいい人です赤崎さんは、じゃあ登場キャラクターについても、少しだけお話伺いましょうかね、はい、出るかな、うん、絵が出るかな、出たらいいな、出るかな、あ、出た、真ん中のというか下の大きい絵の方の女の子が、はい、そうですね、赤いこうなんかアクセサリーしてる子 が私が演じてる小湊ルー子ちゃんで、はい、この作品のすごくいい子なんです、主人公なんですけれども、うん、この子がですね転校してきてなかなか友達ができなくて、うん、でそんなルー子ちゃんを心配したあのお兄ちゃんが、はい、ルコのお兄ちゃんがウィクロスをプレゼントしてくれた中に、はい、あの持ってるタマっていうルリグカードが出てきて、はい、で喋ってきてバトルをしたいっていうので、はい、訴えられで、そのですね、全体的にいろいろ上にいた女の子たちとバトルをしていって、はいはいはい、っていう中で先ほど言ったようにその戦うことによっていいことがあったり、うん、悪いことがあったりとかっていうことにだんだんと涼子ちゃん悩んでいくんですよ、うんうん、バトルをしたいっていう気持ちがありつつ、うん、でもバトルをして起こるそのさまざまな現象に振り回されていくっていう、うん、そんな感じです ね、はい、強い夢を持ってる人間だけしかこう勝ち進む、うんことのね、うん、っていう思いもある子もいるし、うん、でもルー子は願いがないんですよ、そうなんですよね、はい、うん、なのでそのルー子はバトルをしてていいのかなっていうモヤモヤがずっと今あるんですけれども、うん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 、割と現場じゃ女の子ばっかりな感じですか、そうですね、うん、まあ男性ももちろんいるんですけれども、はいはいはい、結構女性がわー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 、さくらさんがいて、そうですね、さくらあやねちゃんだったり、あとたまはくのみさきちゃんだったり、あと最近出てくるイオナさんは瀬戸あさみちゃんですね、はい、結構女子がそうですね、いっぱい出て、そうですね、はい、怖いかん、まあ怖いですね、はい、怖いいやでも怖い、あんなに怖くなかったね、あの PV ほどじゃないよ本編ちゃんとなんかほっこりするとこもあるよ、ほっこり、あ、そうなんです、ばあちゃんが特にすごくルーコのばあちゃんがそうって言っていただいてありがとうございます、ばあちゃんが救いなんですすごくほっこり、ばあちゃんが救いなんですあとたまが可愛いね、そう、たまちゃん可愛いですね、そう、大丈夫なんで、怖いとかそんなだけじゃないです、ちょっとあまりにも怖すぎてちょっと見るのやめとくかなと思って、そう、あそこまでじゃない、大丈夫、後悔します、大丈夫、はい、大丈夫さあ、ということでございましてですね、かくまさんにはまだまだお知らせしたい情報があるということで、告知タイムをかけたゲームにチャレンジしていただきましょう、題しましてお題の言葉を使って燃えなす理由を作りましょう、
さあ今からお題という言葉を発表しますので、角間さんはですねその言葉を使った萌えなぜりを考えてください。ユーザーの皆さんに萌えたかいまいちかをアンケート投票してもらいます。萌えたが 50% を超えると5秒間の告知タイムを獲得でございます。ちなみにお題のセリフを発表するときは座ったままでも、机の横で動きながら発表してもらってもどちらでも OK でございます。萌えって何ですか？何業界に一石を投じるハテナですけど、お前らが作り上げてきたこの15年ぐらいで、それはじゃあつまりどういうことかちゃんと説明しろよってことです。それはちょっと難しい。それは一番目で終えるようなね質問ではございませんけども、ふわっとじゃあなんとなくこれが萌えだと思って、あじゃあ分かった、かわいいでいいです。かわいいです。じゃあやっぱりあれですよね、基本的にじゃあカードという言葉を使って、ありがとうございます。まあ萌えなセリフ、かわいいセリフを思いついたらですね、あちらのカメラに発表していただければいいです。わかりました。いけますか？はい、はい、じゃあお願いします。それ何で遊んでるの？そのカードってビクロスやってるの？かっこいい。さあ角間さん、ちょっとなんでしょうね、萌え部分よりもプロモーション部分が勝ってしまってるいいバランスがいい。まあまあでも決めるの僕らじゃないですからね。じゃあ投票かっこいい。投票スタート。さあ燃えたですよね。今ので燃えたか、今のでちゃんと燃えたかどうか皆さん。かっこいいって言われたら嬉しい。かっこいいって言われたら嬉しいと思いますけど、誰かにもよるかもしれないですけど。でもカードゲームかっこいいと言われてるでしょ。やってるあなたがかっこいい。やってる、そうです。やってるその姿ゲットして、はいはい、なかなかねルールとかも覚えてやってるわけですし、はい、なるほど素敵じゃないですか。ちょっと待ってくださいね。さあ見てみましょう。さあ結果見てみましょう。はい、お願いします。どうぞ。でも惜しかった。でもほぼ47ぐらい萌えたがいる方に僕ちょっとびっくりしてます。正当ですよ。割と嘘でしょ。割と甘々なユーザーが。これは獲得できたんですか？これは獲得できてません。できてないですか？はあ、だってイマイチの方がでかいんですから。でもこれぐらいでいけるわけですから。これぐらいでこっからですねプロモーション部分を2割ぐらい減らすところで減らしていくと、あじゃあちょっと忘れます。どうしようかな。何がいいですかね。唇。いきなり唇という単語を使って、萌えなセリフ、可愛らしいセリフを考えていただきたいと思います。さあ、角間さんどうでしょう、思いついたら、はい、いいですか、大丈夫ですか。はい、じゃあちょっとカメラに、3、2、1、どうぞ。あ、ごめんね、唇可愛いなって思って。決めるなるのか打足だったのか。決めるなユーザーの皆さんでございますよ。さあどうしましたか。どうしたんだろう。徳島であった時こんなことじゃなかったじゃないですか。そうですね、徳島はちょっと周りに怪獣が多かったから。そうですね、割とラスボス感があります。そうですね、あと社長いたし。そうですね、君のところの社長いたし。そうやな。さあ投票スタート。ねえ、萌えって何ですか、ね、いやでも私今の好きですよ。大丈夫ですか、うん、唇なんて可愛いって言いました、はあ、唇が素敵で見ちゃうなって。多分サテンかなんかで、ね、二人でこうやって喋ってて、うん、なんとなくあれどうしたの、話聞いてる、うん、聞いてるってなったら、あごめん唇可愛いなと思って。あみんなしみたいな。みんなしもうみんなしって。それがやりたかった。あそれがやりたかったね。表情もそんな感じでした。さあ結果見てみましょうかね。結果見てみましょう。ルミがギターで、特技が、まあ、ギタリチューニング。これいいっすわ。この下のやつどうしましょう、はい、部長。本当見間違いではないですけどね。これはね、いじり損になる可能性もありますけど。佐久間さん、はい、僕の目にはカッカッパの捕獲と呼べるんですが、間違いないでしょうか。視力大丈夫です。バッチリでございます。そうかそうか、じゃあ俺には問題ないから、問題あるの君の方です。どういうことですか。いや、これは特技というか、はい、あの免許っていうか許可証を持っていますよっていう話で。部長今なんかカッパ巻きよく食べるんですよ。なんでやねんみたいなこと言いましたよね。思ったら捕獲の、何許可証許可された経験があるっていう。まあなんかちょっと順を追って話すと、はい、岩手県で、はい、まあ行くと、はい、カッパの捕獲を許可されるんですよ、お金払えば。闇
ライセンスが売ってるの？闇じゃないかもしれない。闇じゃない、正当なライセンス。正当なライセンスをお金払ったら。そうですね、もう最悪ポチればもらえるんです。ポチればもらえる。それもらったらどうなるの？もらったら1年間ぐらい、うん、その許可されるんですけど。1年しか許可されるの？逆に。そうですね、うん、またポチり続けなきゃいけない。更新にお金がかかったりも。あ、そうですね、買わなきゃいけない、うん、レンタル DVD みたいな。そうですね、そんな感じなんで、今ただいま執行中なので。あ、今は執行中なんだ。そうですね、ちょっと貢ぐ気力はなく。そうか、今目の前にじゃあ急にここにカッパが現れた。チックショー、私は執行中だって言う。そうそう、次会う時は待ってろカッパ。そう、ポチっとけばよかったなっていう気持ちでいるんでしょうね、きっと。あ、そうですか。皆さんもぜひね、興味ある。興味はありますね。別に岩手出身とかでも何でもないんです。マジで。はい、カッパ応援してます。OK、じゃあ一回カッパのことは全部忘れて、はい、今回持ってきてくれた女王のアニメ、唯一のアニメ教えてください。もうページめくってください。はい、もうこっちです。はい、ここのために来ました。はい、お願いします。はい、現在放送中のアニメセレクターエフェクテッドイクロスを皆さんにお伝えしたくて、はい、今日やってまいりました。お願いします。ありがとうございます。うん、じゃあ概要とあらすじを、説明してください。はい、この世界ではですね、イクロスと呼ばれるカードゲームが大体女子中高生の間で流行っておりまして、うん、でこの中にですねルリグと呼ばれるカードがあるんですけど、うん、そのルリグの中でも特別なルリグカードっていうのがあって、はい、それが喋るルリグカードっていうのを持つ女の子と持たない女の子がいるんです。うん、でその持った女の子同士がルリーグカードを、その喋るルリーグカードを持ってバトルをして、はいはい、勝ち続けていくと願いを叶えられる無限少女っていう少女になるんです。うん、はい、なのでこの少女になるためにみんながバトルをし合うっていう、そんなお話がまざっくりとしたところであるんですけれども、このですね、まあなんか今放送中で結構進んでおりまして、うん、言ったその勝ち続ければ無限少女になれるっていうところも本当にそうなのかなっていうような、どうなんだろうって、素直にその持ってる願いが叶うのかどうかっていうのもちょっと今いろいろね、皆さんオリジナルアニメなので先が皆さんわからないので、いろいろ想像しながら見ていただいてるんですが、あと3回負けるとその願いと逆のことが起こってしまったりとかっていう、悲しい。ちょっと素直にそのバトルを楽しめるっていうものでもなかったり、うん、勝つことによって相手に何か不幸が起こるかもしれないというものを背負いながら戦わなければ少女がいけないわけですもんね。はい、そうなんです。はい、まあ、トレーディングカードも、まあ、ものがあってということですよね。うん、そうですね、あってということでございますけども、まあ、ご覧になったことがないという方のためにですね、早速、はい、作品の PV というのをご覧いただきたいと思います。はい、準備して。怖い怖い、何が怖いかわからない。怖い怖いとこだらけじゃないですか。ね、いや、ね、それは見て皆さんの前に、ね、はいはい、確かめていただきたいなと思いますが、オープニングはですね、前回番組に登場してくれたですね、脇島香菜さんですね、キリキリジョーカーでございますけれども、はい、そう、僕もちょいちょいちょいって見てたんですけども、はい、ありがとうございます。はい、赤崎が超嫌なやつ。待ってください、アキラッキーがですよね。何が何が、アキラッキーが、ちょっと役目まで覚えてないですけど。覚えてください。ちんさんに怒られちゃう。ちんさんすごくいい人です、赤崎さんは。ね、はい、じゃあ登場キャラクターについても、少しだけお話伺いましょうかね。はい、出るかな、うん、絵が出るかな、出たらいいな、出るかな、あ、出た、はい、真ん中のというか下の大きい絵の方の女の子が、はい、そうですね、赤いこうなんかアクセサリーしてる子 が、はい、子が私が演じてる小湊ルー子ちゃんで、はい、この作品のすごくいい子なんです。主人公なんですけれども、うん、この子がですね転校してきてなかなか友達ができなくて、うん、でそんなルー子ちゃんを心配したあのお兄ちゃんが、はい、ルコのお兄ちゃんがウィクロスをプレゼントしてくれた中に、あの持ってるタマっていうルリグカードが出てきて、はい、で喋ってきてバトルをしたいっていうので、はい、訴えられで、そのですね、全体的にいろいろ上にいた女の子たちとバトルをしていて、はいはいはい、っていう中で先ほど言ったようにその戦うことによっていいことがあったり、うん、悪いことがあったりとかっていうことにだんだんとりょうこちゃんは悩んでいくんですよ。バトルをしたいっていう気持ちがありつつ、うん、でもバトルをして起こるその様々な現象に振り回されていくっていう、そんな、うんうんうん、そうです、やってるその姿ゲットして、はいはいはい、なかなかねルールとかも覚えてやってるわけですし、はいはい、なるほどなるほど、素敵じゃないですか。ちょっと待ってくださいね、さあ見てみましょう。さあ結果見てみましょう。はい、お願いします。どうぞ。でも惜しかった。でもほぼ47ぐらい、モルタがいる方に
僕ちょっとびっくりしてます正当ですよ割と嘘でしょ割と甘々なユーザーがえこれは獲得できたんですかこれ獲得できてませんあできてないですか、はあはあ、だってイマイチの方がでかいんですから でもこれぐらいでいけるわけですからこれぐらいでここからですねプロモーション部分を2割ぐらい減らすところで減らしていくとあじゃあちょっと忘れますどうしようかな何がいいですかね唇はいきなり唇という単語を使って、萌えなセリフ、可愛らしいセリフを考えていただきたいと思いますさあ、角間さんどうでしょう、うん、思いついたら、はい、いいですか大丈夫ですかいけます、じゃあちょっと考える、うん、3、2、1、どうぞあ、ごめんね唇可愛いなって思ってえあさあ、最後の衛兵が綺麗になるのか打足だったのか決めるのはユーザーの皆さんでございますよさあ、どうしましたかどうしましたか徳島でやった時こんな子じゃなかったじゃないですかそうですね、徳島はちょっと周りに怪獣が多かったからかそうですね、そうですね割とラスボス感がありますそうですねあと社長いたしそうですね君んとこの社長いたし、そうやなそうですね、さあ早く投票スタートねえ。萌えって何ですか、ね、萌えって何ですか、ね、いやでも私今好きですよ大丈夫ですか、うん、あ唇なんて可愛いって言いました唇が素敵で見ちゃうなって多分サテンかなんかで、ね、二人でこうやって喋ってて、はい、なんとなくあれどうしたの話聞いてる、うん、聞いてるってなったら あごめん唇可愛いなと思ってあみんなしみたいなみんなしみんなしもうどうみんなしってそれでそれがやりたかったそれがやりたかったね、はい、表情もなんかそんな感じでしたっけさあ結果見てみましょうかね、結果見てみましょうどうぞさああギリ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 さっきとあんまり変わらないですよあれこれであかんの2割減らしたてか全部減らしたのにみんな今のは全然良かったと思うのにどういうことでしょうね難しそうですねこれ難しいですねあ分かったもんみんなロリが好きだからなるほどなるほど大体大体よそうねやっぱロリですよねそうかじゃあおはようおはようこれ簡単な簡単ですおはようおはようロリで、はい、おはよう、はい、ロリでそうですそうですもう PC の向かうドロリコンですはいねじゃあ行きますロリですよねはい行けますかいきますおはようを使った萌えなセリフ、はい、いきますよはい3、2、1どうぞおはよう5歳の私が言ってるんだよおはようオッケー2歳だよちょっと5歳ちっちゃい一番台本の一番悪い例ですねあの全部言葉で説明してるあ上京して初めて新宿に来てみたけれども人が多いなおやおやあそこに見えるのはみたいなあの何でしょう一番そうです、ね、言っちゃいけない一番悪い例の台本でしたよ台本が分厚いみたいな台本は悪かったけども今のが燃えたからどうかですロリです、はいうん、これで投票がじゃあ 50% 超えたら俺はもう分からないもはやもう番組分かんないですね燃えってなんだろう投票終了投票してましたよね皆さんね、はい、投票終了結果見てみましょうどうぞ来い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 あパンクした違う あれ角間さんもうダメもう無理だよなんかどうでしょういい私全国歩き回って宣伝してくれもういらないですいや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 角間さんあの正直言いますよ、はい、あんまりこういうことないです大体サービス良かったか結構入るんですけどそうですか厳しいですね世の中ってちょっと厳しいですね、どういうことでしょうねちょっと、あれまだできるんですかまだできますよちょっとこれ萌えといえばなテーマ探しますよここ先ほどもねあのレイちゃんがねあの方言使ってましたからそっか、はい、それの方がいいじゃあこういうのいきましょうかここの視聴者をターゲットにしたらいいってことですねそうですよねそう先ほどは割とやってましたまた方言あれ、はい、どちら出身でしたっけ福岡出身福岡、はい、福岡に言うたらもうね、九州弁の女の子可愛い方言の宝庫ですからナンバーワンぐらいはいじゃあ、はい、福岡の名物とか、まあ、方言なんかを使った、はい萌えなセリフを、はい、いきますよ、はい、3、2、
どうぞ。もうみんな明太子明太子って言うけどさ、そんな食べんけんね。でもさ、あんたがそんな明太子好きって言うんやったら、今度お土産でその勝ち続ければ無限少女になれるっていうところも本当にそうなのかなっていうような、どうなんだろうって、素直にその持ってる願いが叶うのかどうかっていうのもちょっと今いろいろね、皆さんオリジナルアニメなので先が皆さんわからないのでいろいろ想像しながら見ていただいてるんですが、あと3回負けるとその願いと逆のことが起こってしまったりとかっていう、悲しい。ちょっと素直にそのバトルを楽しめるっていうものでもなかったり、うん、勝つことによって相手に何か不幸が起こるかもしれないというものを背負いながら戦わなければ少女がいけないわけですよね。はい、そうなんです、はい、なまあ、トレーディングカードも、まあ、ものがあってということですよね。クロスというのがあってということでございますけども、まあ、ご覧になった、ことがないという方のためにですね、早速、はい、作品の PV というのをご覧いただきたいと思います。はい、準備して。怖い怖い、何が怖いかわからない。怖い怖いとこだらけじゃないですか。ね、いや、ね、それはまあ見て皆さんの目ね、確かめていただきたいなと思いますが、オープニングはですね、前回番組登場してくれたですね、脇島かのさんですね、キリキリジョーカーでございますけれども、はい、そう、僕もちょいちょいちょいって見てたんですけども、はい、ありがとうございます。はい、赤崎が超嫌なやつ。いや待ってください、アキラッキーがですよね。何が何が、アキラッキーが、ちょっと役目まで覚えてないですけど。覚えてください、ちんさんに怒られちゃう。ちんさんすごくいい人です、赤崎さんは。じゃあ登場キャラクターについても、少しだけお話伺いましょうかね。出るかな、映画出るかな、出たらいいな、出るかな、あ、出た。真ん中のというか下の大きい絵の方の女の子が、そうですね、はい、赤いこうなんかアクセサリーしてる子 が私が演じてる小湊ルー子ちゃんで、はい、この作品のすごくいい子なんです。主人公なんですけれども、うん、この子がですね、転校してきてなかなか友達ができなくて、うん、でそんなルー子ちゃんを心配したあのお兄ちゃんが、はい、ルコのお兄ちゃんがウィクロスをプレゼントしてくれた中に、はい、あの持ってるタマっていうルリグカードが出てきて、はい、で喋ってきてバトルをしたいっていうので、はい、訴えられ、でそのですね、全体的にいろいろ上にいた女の子たちとバトルをしていって、はいはいはい、っていう中で先ほど言ったようにその戦うことによっていいことがあったり、うん、悪いことがあったりとかっていうことにだんだんと涼子ちゃん悩んでいくんですよ。バトルをしたいっていう気持ちがありつつ、うん、でもバトルをして起こるそのさまざまな現象に振り回されていくっていう、そんな感じですね。ね、はい、強い夢を持ってる人間だけしかこう勝ち進む、うんことのね、っていう思いもある子もいるし、うん、でもルー子は願いがないんですよ。そうなんですよね、はい、うん、なのでそのルー子はバトルをしてていいのかなっていうモヤモヤがずっと今あるんですけれども、うんうんうん、割と現場じゃ女の子ばっかりな感じですか。そうですね、うん、まあ男性ももちろんいるんですけれども、はいはいはい、結構女性がわー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 、さくらさんがいて、そうですね、さくらあやねちゃんだったり、あとたまはくのみさきちゃんだったり、あと最近出てくるいおなさんは瀬戸あさみちゃんですね。はい、結構女子がそうですね、いっぱい出て、そうですね、はい、怖いかん、まあ怖いですね、はい、怖い。いやでも怖い、あんなに怖くなかったで、あの PV ほどじゃないよ。本編ちゃんとなんかほっこりするとこもあるよ。ほっこり、あ、そうなんです、ばあちゃんが特にすごくルーコのばあちゃんがそうって言っていただいてありがとうございます。ばあちゃんが救いなんですけど、すごくほっこり、ばあちゃんが救いなんです。そう、たまちゃん可愛いですね。そう、大丈夫なんで、怖いとか、はい、そんなだけじゃないです。ちょっとあまりにも怖すぎてちょっと見るのやめとこうかなと思って、そう、あっこまでじゃない、大丈夫、後悔します、大丈夫、はい、大丈夫。さあ、ということでございましてですね、かくまさんにはまだまだお知らせしたい情報があるということで、告知タイムをかけたゲームにチャレンジしていただきましょう。題しまして、お題の言葉を使って燃えなす理由を作りましょう。さあ、今からお題という言葉を発表しますので、かくまさんはですね、その言葉を使った燃えなす理由を考えてください。ユーザーの皆さんに燃えたかいまいちかをアンケート投票してもらいます。燃えたが 50% を超えると5秒間の告知タイム獲得でございます。ちなみにお題の理由を発表するときは座ったままでも、机の横で動きながら発表してもらってもどちらでも OK でございます。燃えって何ですか。何業界に一石を投じるハテナですけど、お前らが作り上げてきたこの15年ぐらいで、それはじゃあつまりどういうことかちゃんと説明しろよってことです。それはちょっと難しい、それは一番目で終えるようなね質問ではございませんけども、ふわっとじゃあなんとなくこれが燃えだと思って、あ、じゃあ分かった、かわいいでいいです、かわいい、かわいい、かわいいです、じゃあやっぱりあれですよね、基本的にじゃあカードカードという言葉を使って、あ、そうですね、ありがとうございます。まあ燃えなせる可愛いセリフを
思いついたらですね、あちらのカメラに発表していただければいいです。わかりました。いけますか。はい、はい、じゃあお願いします。え、それ何で遊んでるの？そのカードってビクロスやってるの？かっこいい。さあ、角間さん、ちょっとなんでしょうね、うん、萌え部分よりもプロモーション部分が勝ってしまってる。いいバランスがいい。まあまあでも決めるの僕らじゃないですからね。じゃあ投票、かっこいい。投票スタート。さあ、燃えた、燃えたですよね。燃えた、燃えて今ので、ね、燃えたか、今のね、ちゃんと燃えたかどうか。皆さん、かっこいいって言われたら嬉しい。かっこいいって言われたら嬉しいと思いますけど、誰かにもよるかもしれないですけど。でもカードゲームかっこいいって言われてるでしょ。いや、ちょ、やってるあなたがかっこいい。ゲスト招きしてお話を伺う特別情報局員からの報告、うん、報告をしてくれるのはこの方、角間愛さんです。いらっしゃいませ。あらあら、どうもです。はい、改めて自己紹介お願いいたします。はい、セレクターインフェクテッドウィクロスで小湊ルーコ役を演じております角間愛です。今日よろしくお願いします。さあ、はい、番組は初登場でございますけれども、はい、メインさんは私初めましてです。初めましてです。よろしくお願いします。あ、お願いします。どうしたんですか。はい、一ど素人なんですか。いや、もう、はい、耳幸せにしていただいて。あら、素敵な言葉。ありがとうございます。俺もそれ言ってほしい。でも2度目ましてだ。そうなんです。今月頭に会ってるんですよね。前に、はい、あの、つい最近なんですけどもね、あの、はい、某徳島の方で、はい、某徳島で、はい、ご一緒させていただきました。初めてが某徳島で、お世話になりまして。大変お世話になりました。いえ、とこちらこそでございますけれども、はい、今回ですね、新アニメの情報なんかを、はい、お願いしたいんですが、まずは、角間さんの簡単なプロフィールというのを、見てみたいと思います。はい、どうぞ。あ、もうないじっていいかどうか全然分からへん。趣味、ギター、カット、予定というのは何ですか。こんな、うん、こんなしょうもないの仕込んでこんでも大丈夫でしょうよ。なんか何でもいいんですよ。私が3年ぐらいなんですけど、こっち上京してきて、はい、やっと生み出した趣味です。はい、じゃあもう家でも惹かれてる。そうですね、チューニングを頑張ってます。チューニングを頑張ってる。チューニングを頑張ってるっていうことは、はい、何でしょうね、うん、弾いてはない。弾いてはいます。あの、うん、6と56と5、うん、の2弦だけ、はい、え上の2弦だけしか貼ってない。貧乏なの。ちゃんと最初からあるんですけど、まあ、何ですかね、動かないですね、指が。そうですね、ギターって意外と難しいんですね。そうですね。あのね、難しい。6本もあるんですよね。急に6本多いからね。まず2本から、いやいやいや、大事です、大事です。徐々に、ね、進化していきたいな。そうです、そうです。マラソンも急に 42.1 キロぐらい走りませんもんね。走りませんよ。最初はね、数キロから走るもんですから。はい、うん、すごい、もう前向きに。ちょっと使っていきたい。なんか俺5万ぐらいだったら騙しておれるから。使っていきたい、これ、ね。で、うん、趣味がギターで、特技が、まあ、ギタリチューニング。これいいっすわ。この下のやつどうしましょう、部長。本当、見間違いではないですよね。これはね、いじり損になる可能性もありますけど。角間さん、はい、僕の目にはカッパの捕獲と読めるんですが、間違いないでしょうか。視力大丈夫です。バッチリでございます。そうかそうか、じゃあ俺には問題ないから、問題あるの君の方です。どういうことですか。これは特技というか、はい、あの、免許っていうか許可証を持っていますよっていう話で。え、部長、今なんかカッパ巻きよく食べるんですよ。なんでやねんみたいな。見たら止めましたよね。思ったら捕獲の、え、何、許可証、許可証、許可された経験があるっていう。え、まあなんかちょっと順を追って話すと、はい、岩手県で、はい、まあ行くと、はい、カッパの捕獲を許可されるんですよ、お金払えば。そう、してもらえるんです。闇ライセンスが売ってんの。闇じゃないかもしれない。闇じゃない、正当なライセンス。正当なライセンス、白いライセンスなんですけど、お金払ったら。そうですね、もう最悪ポチればもらえるんです。ポチればもらえる。それもらったらどうなるの。もらったら1年間ぐらい、うん、その許可されるんですけど。1年しか許可されるの、逆に。そうですね、うん、またポチり続けなきゃいけない。更新にお金がかかったりも。あ、そうですね、買わなきゃいけない、うん、レンタル DVD みたいな。そうですね、そんな感じなんで、今
ただいま執行中なので。今は執行中なんだ。そうですね、ちょっと見つぐ気力はなく。そうか、今目の前にじゃあ急にここにカッパが現れた。チックショー、私は執行中だって言うから。そうそう、次会う時は待ってろカッパ。そう、こっちとけばよかったなっていう気持ちでいるんでしょうね、きっと。あ、そうですか。皆さんもぜひね、興味ある。興味はありますね。別に今で出身とかでも何でもないんです。え、マジで。はい、カッパ応援してます。OK、じゃあ一回カッパのことは全部忘れて、はい、今回持ってきてくれたジョーのアニメ、いつのアニメ教えてください。もうページめくださいなんで、こっちです。ここのために来ました、はい、お願いします。はい、現在放送中のアニメセレクターエフェクテッドイクロスを皆さんにお伝えしたくて、はい、今日やってまいりました。お願いします。ありがとうございます、うん、じゃあ概要とあらすじを、説明してください。はい、この世界ではですね、イクロスと呼ばれるカードゲームが大体女子中高生の間で流行っておりまして、うん、でこの中にですね、ルリグと呼ばれるカードがあるんですけど、うん、そのルリグの中でも特別なルリグカードっていうのがあって、はい、それが喋るルリグカードっていうのを持つ女の子と持たない女の子がいるんです、うん、でその持った女の子同士がルリーグカードを、その喋るルリーグカードを持ってバトルをして、はいはい、勝ち続けていくと願いを叶えられる無限少女っていう少女になるんです、うん、はい、なのでこの少女になるためにみんながバトルをし合うっていう、そんなお話がまざっくりとしたところであるんですけれども、はい、このですね、まあなんか今放送中で結構進んでおりまして、うんうん、言った買ってきてあげてもいいっちゃけんね。これは非常に変わりました。非常に変わりました。ですか、これでもし投票数が少なければ、うん、PC の向こうに痛風の人間が多いんじゃないか。ちょっと魚卵和睦っていうのがちょっと年齢層高かった。そうですね、そうですね、ちょっとプリン体モンスターだなっていう。あ、そっかそっか、ちょっとっていう感じが多かったんじゃないかなと思いますけど、さあ皆さん、ちゃんと投票してますね。大丈夫ですね。大丈夫ですかね。はい、投票終了。さあ結果見てみましょう。これは1でしょう。どうぞ。さあということでですね、はい、なんと、はい、5秒と、ね、ふるさと福岡がくれた5秒です。ありがとう、明太子。5秒か。5秒いただきましたよ、はい、さあここはちょっと早口で頑張りたいと思います。いきますよ、はい、いけますか。結構大丈夫です。ちゃんとここいきますよ。5秒測りますから。はい、よいスタート。セレクターエフェクテッドウィクロスのブルーレイ &DVD が8月27日に発売されます。ボックスワンです。終了。頑張りましたね。頑張りました。もう大丈夫。いやいやいや、大丈夫じゃないな。いや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 、今日が木曜日なんです。今日が木曜日ということは何があるんですか。MBS さんでですね、第9話が放送されるんですよ。おっと、それはちょっと特別になっちゃいますか。今日 MBS で第9話がオンエアされることは、ちょっとさ、5秒しか告知タイムをゲットしてないのに、それちょっとこぼれちゃってますからね。そうですね。そっか、ね、明日 MX さんとかでもまたこっちだと放送されたりするんですけど。ちょっと待ってくださいよ。今危なくね、僕ら聞き落とすとこでしたけど。ちゃけどね。ちゃけど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 。やっぱね、公式ホームページさんでね、ちゃんとした情報が載っとけね、うん、そんなのも見てほしいなって思っちゃう。見るちゃん、見るちゃん。見るけんね。ありがとう。見よるばい。ありがとう。みんなも見るちゃん。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 よろしくちゃん。福岡ありがとう。ありがとう福岡。伊藤さんありがとうございます。ね。あとはまあ、はい、あのツイッターなんかもやってらっしゃいますので、私もやってたり、はい、公式さんもやってますので、はいはいはい、はい、こちらもチェックしていただければと思います。聞いた、よかった、はい、ありがとうございます。よかったね。ということでございましてですね、本日のゲスト加久間愛さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。以上、特別調教員からの報告でした。ゲスト招きしてお話を伺う特別情報局員からの報告、うん、報告をしてくれるのはこの方、加久間愛さんです。いらっしゃいませ。あらあら、加久間ちゃん、どうもです。どうもです。はい、改めて自己紹介お願いいたします。はい、
セレクターインフェクテッドウィクロスで小湊ルーコ役を演じております角前です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、番組は初登場でございますけれども、はい、メインさんは私初めましてです。初めましてです。よろしくお願いします。あ、お願いします。どうしたんですか。もう、はい、ど素人なんですか。いや、もう、はい、耳石は手にしていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。俺もそれ言ってほしい。でも2度目ましてだ。そうなんです。今月頭に会ってるんですよ、ね。前に、はい、ね、つい最近なんですけどもね、某徳島の方で、はい、某徳島 で、 徳島で、はい、ご一緒させていただきました。初めてが某徳島で、ね、お世話になりまして。大変お世話になりました。いえ、こちらこそでございますけれども、はい、今回ですね、新アニメの情報なんかを、はい、お願いしたいんですが、まずは、角間さんの簡単なプロフィールというのを、見てみたいと思います、はい、どうぞ。あ、もうないじっていいかどうか全然わからへん。いじるものがあるのかどうか。趣味ギターかっこ予定というのは何ですか。こんな、うん、こんなしょうもないの仕込んでこんでも大丈夫でしょうよ。なんか何でもいいんですよ。私が3年ぐらいなんですけど、こっち上京してきて、はい、やっと生み出した趣味です。あ、じゃあもう家でも弾かれてる。そうですね、チューニングを頑張ってます。チューニングを頑張ってる。チューニングを頑張ってるっていうことは、はい、何でしょうね、弾いてはない。弾いてはいます。あの、うん、6と56と5、うん、の2弦だけ。え、え、上の2弦だけしか貼っては貧乏なの。ちゃんと最初からあるんですけど、まあ、何ですかね、動かないですね、指が。そうですね、ギターって意外と難しいんですね。そうですね。あのね、難しい。6本もあるんですよね。急に6本多いからね、まず2本から。いやいやいや、大事です、大事です。徐々に、ね、進化していきたいな。そうそうそう、マラソンも急に 42.1 キロぐらい走りませんもんね。走りません。最初はね、数キロから走るもんですから。はい、うん、すごい、今前向きに。ちょっと使っていきたい。なんか俺5万ぐらいだったら騙しておくれる。使っていきたい、これ。ね、で、うん、どう